はい、皆さんこんにちは。こんにちは。BMT の、石井慎一郎です。事務局をやってます、重田です。噛みました。はい、今回ですね、初めて、BMT の、トーク番組というこういうのなんて言ったらいいんだろう、オンラインでやる、トーク番組をスタートさせました。で、第1回目の、膝の講習会のご質問についてですね、お話をさせていただくというような会にしたいと思います。はい、それではですね、じゃあ質問が、いただいているご質問をまずちょっと紹介したいなと思うんですけども、はい、膝下筋の役割として CKC で考えたとき、最終伸展付近で大腿骨の前方への転がりを止め、外側下を後方に滑らせると理解したのですが、合っていますでしょうか。この理解でいくと、大腿骨は外旋するためスクリューホームムーブメントを止めてしまい、膝の最終伸展に支障が出るのではと考えているのですが、今回の先生の説明では膝下筋がスクリューホームムーブメントを誘導するということだったので、まだすっきりと理解できてないところです。よろしければこのトーク番組で再度説明していただけると嬉しいです、と質問いただいています。はい、ありがとうございます。膝下筋はですね、結構膝の疾患に対して、ちょっとキーになる筋肉で、臨床的には膝下筋を少しこうリリースして緩めてあげたりとか、少し膝下筋の収縮を促すようなことをやると、結構患者さんの症状ってね、良くなったりとかすることがあるんで、膝下筋は結構重要な筋肉だなと思ってるんだけども、膝下筋って講習会の中でもお話しさせていただいたんですけど、作用がよく分かってない筋肉なんですよね。というのはやっぱり一番大きな理由は何だろうな、筋電図が取れないっていうところが大きくて、膝下筋がどういう時に、収縮をして、どんな役割を持ってるかっていうのが実はあまりよく分かってないんですよね。で、今回のご質問の中であったように、我々は膝下筋が、スクリューホームムーブメントにとって非常に重要な筋肉であるっていうような、考えをしています。で、ただそれがちょっとご質問者さんの話だと、なかなかちょっとイメージができないということなので、今日は少し膝下筋についてね、話をしていきたいなと思います。で、まず最初に膝下筋の、解剖からちょっと見ていきますかね。はい、膝下筋、はい、こちらが膝下筋になります。ちょっとじゃあ膝下筋の解剖をちょっとリカちゃんの方から説明していただいてもいいですかね。膝下筋の起始はまずは、大腿骨外側下にから始まって、あと、じゃあね、はい、あと外側半月板の後方にも付着しています。で、停止は、頸骨の後面でペタッとこんな感じでついてるんでね。ポイントはこんな風に大腿骨の外側上下のあたりから始まって、大腿骨のこう後面に回り込んでいって、半月板にちょっと付着をして、で、そこから脛骨内、後面にベタッとこうくっつくっていうのは、こんな形の筋肉になってるんですね。で、作用なんだけれども、この作用が実は屈曲、内旋筋であるってことは間違いない。ね、なんだけども、屈曲筋なのか伸展筋なのかっていうところで、議論があるっていう、そういった筋肉になる。ね、で、どうなの、膝下筋って屈曲筋っていうふうにやっぱり一般的に言われてる。そうですね、屈曲筋って言ってる論文が多いですよね。そうなんだね。カパンディとか、それから九州にいる国中先生たちの、研究グループなんかの話だと、膝下筋は伸展作用を持ってるんじゃないかっていうことが言われてるんですけど、そんな感じで屈筋なのか伸筋なのかっていうところも、結構議論には分かれてる筋肉とかね。それから形として非常に面白いなと思うのは、普通筋肉って
キータンが固定部で円位を動かす。で、動く方が腱になってるんでね。で、こっち側の固定する場所っていうか、土台になるような方は割と広い筋腹になってるんだけど、まあ、室下筋ってこんな風に逆立ちしてるような形になってて、まあ、この形だけ見ると頸骨上で大腿骨の動きを制御してるっていう風に考えるような形をしている筋肉だっていうことですよね。はい。で、これ今スライド見てもらってるのが、さっきもちょっと言った、膝下筋の付着部の話なんですけども、まあ、大腿骨の外側上下がこの辺りにあって、まあ、膝下筋の付着部はこの外側上下の下にこうくっついてるっていうのが一般的に教科書に書かれてます。それから、腓骨小頭と、半月板の間で、膝下筋をですね、こうつなぎ止めとくような、ちょっとこれには出てないんだけども、腓骨半月、なんだっけな、名前が出てこないな、腓骨筋、腓骨小頭と膝下筋腱と半月板の間をこうつないでいる靭帯のようなものがあって、なので、まあ、腓骨、この半月と膝下筋の腱は、腓骨小頭と半月板、外側半月板の広角のところに、こう付着を持つような形で、走行するっていうような、まあ、こんなふうな、ロケーションになっているんですね。で、まあ、この外側半月板に繊維、これは膝下筋が直接ついてるんじゃなくて、膝下筋がこういうふうにちょっとここに書いてる。と、まあ、こう頸骨をこう見て、絵が下手くそなんだよね。ありますかね。で、ここにこう外側半月板、ここに内側半月板、こんな感じであったとして、で、膝下筋がこの頸骨の内側筋もこの辺りからベタッと始まって、こういうふうに走行していくんですね。で、この辺で腱になって、で、大腿骨にこうやって行ってるんです。そんな感じこう走行するんですね、うん、こうやって見えてるかな、みんな大丈夫大丈夫、うん、で、その時に半月板の広角の部分と腓骨小頭にちょっと今こう赤く塗りつぶしてるように、ここにこうなんか靭帯のように繊維を送って、で、そこでちょっとキャップを送っちゃったつなぎ止められてるっていうやつですね。例えば ACL 損傷なんか起きた時に、結構ね、この膝下筋腱と腓骨小頭の間を結んでいるここの靭帯がこうブチンとこう飛んじゃって、で、膝を曲げ伸ばしする時にここのところで膝下筋腱が頸骨のところでこう動いちゃって、こうコリッコリッと音がしちゃったりとか、クリック音がしたりとか、痛みが出たりとか、そんな病態もあります。まあ、ここ半月板との間で靭帯で、こっち側に腓骨小頭の間で膝下筋腱がこう つなぎ止められてるっていう、まあ、こんな構造をしてるんですよね。はい。で、ちょっともう少し詳しく解剖を見ていきますかね。で、まあ、これが横から見た時の膝下筋の付着部がこの青く塗りつぶしているところで、まあ、このここのところで外側側副靭帯の、付着部、まあ、これは大腿骨の外側上下のあたりですよね。で、ここからこう走行しているんだよ。で、さっき腓骨小頭との間で靭帯で結ばれてますよ。その靭帯の付着部がここになる。で、これなんか質問で1個あったのが、膝下筋のこの付着部がここにあったり、もうちょっと遠くにあったり近くにあったりするっていうような、まあ、そういった議論もありますっていうのが確かご質問の中でも あったよね。まあ、一応膝下筋どの辺に、まあ、一般的に言われてるのどの辺かっていうと、まあ、この外側上下のやや前外側外前下前下方で、大体、18.5 ミリぐらいのところに、まあ、付着をするっていうふうに言われてるんですね。
で、あの屈筋なのか伸筋なのかっていう議論をするときに、膝下筋がここを引っ張ると大腿骨の回転軸自体はこの外側上顆のところにあるので、ここを引っ張るとやっぱり膝大頸骨の上で大腿骨が外旋するっていう動きになりますよね。ちょっとそれをあのこんな模型を作ってあの見たんですけど、一回ちょっとやってみようかな。これあのちょっといびつなんですけど大腿骨だと思ってください。でここがさっきの外側上顆のところで、ここを中心にあの回転します。なのでちょっとリカちゃんここをこうやって持っててもらって、はい、ここがこう膝のこういわゆる回転軸ね、これが大腿骨だと思ってます。膝下筋はこのあの紐ですね、全外側のところにくっついてますから、ちょっと手を、はい、ここにくっついてるとですね。でそうするとこう曲がってきたゴロ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 っとこっちがこう伸展でこうすると屈曲なんだけど、これどう考えてもここを引っ張ると大腿骨は伸展しますよね。すいません。こう伸展してきますよね。こういうふうに。だからあの膝の回転軸をここに取れば膝下筋って、まあ、講習会の中でも言ったんだけど伸展筋になるんですよね。だからちょっとあの屈筋だって言ってる人たちはあのこれも講習会の中でちょっとお話ししましたけど、膝下筋をですねこんなふうに膝下筋が屈曲筋だっていう考え方っていうのはこうやってあるとあの膝の回転軸がここじゃなくて ACL と中で PCL の交点この辺りに回転軸を、定義すると、まあ、ここを引っ張れば、こう引っ張ってくれば、膝下筋は屈筋になる。だけど、まあ、回転軸が、ここですから、と膝下筋は、膝の、まあ、伸展筋になるだろうということですよね。はい、ということで、まあ、我々は膝下筋を膝の伸展筋だというふうに考えています。ね。ちょっと私が読んだ論文です。新潟のどっかの大学で解剖をして膝下筋のその見てる論文があったんですけど、それは回転軸をここに取ってたので、うん、やっぱり、まあ、伸展筋だとは言い切ってないんですけど、うん、屈曲筋とは言えませんねみたいな感じではやっぱ書いてあった。そうだよね。回転軸を考えるときにはこんな感じになってんだよね。ここにこう大腿骨があって、ここにこうブランコの紐がついてて、ここに頸骨がこうついてると思ってほしいんで、で、これがここをこういうふうに頸骨がここからここまでもし動くとすると、回転軸ここにしとかないと、こう回転軸があるとこういうふうに大腿骨の周りで。こうね、ブランコがこう回転するような感じで動くんだけど、もしここに書けばいいかな、もし回転軸をこれ見えてますかね、大丈夫です、はい、ACL と PCL の交点付近をここに取っちゃうと、ここに取っちゃうとここにまあこうやってブランコの紐がついてるとするとこうしか動けないよね、ね、だからこういう傾きになっちゃって動けないんですよ。だから、まあ、回転軸はこの ACL あと外側上顆のあたりに来るんじゃないかなって、まあ、我々バイオメカニクスやってる人間からするとそういうふうに思えるんだよね、まあ、なので膝下筋は、膝の伸展筋じゃないのかなっていうのが、まあ、我々 の考え意見ですね。まあ、膝下筋がスクリューホーム ーブメントとまあ、どう関係があるのかっていうのをちょっともう一回、まあ、ご質問いただいた質問 の答えとして、我々こんなふうに考えてますっていうのをちょっと説明したいんですけど、膝がこう伸びていくときには、膝がこう外旋しないとあの膝って完全伸展できないですよね。でそのときに、まあ、ちょっと分かりやすくするために頸骨を固定しといて、でその上で大腿骨が伸展をしていくってことを考えてください。でその時に、膝が外旋するってことは
脛骨上で大腿骨が回転をしていくと、大腿骨が脛骨上で内旋するっていう動きになるね。こっちが外側、こっちが内側とゴロゴロゴロっと転がると、最後のところでキュッとこっち側を向くわけです。でその時に動き出したものってやっぱり止めるためにはストッパーが必要になるんでね。でそのストッパーの役割しているのが、まず内側側では、半膜腰筋がすごく重要だって話をしたんですけど、半膜腰筋が後ろ側で大腿骨がこうズボッと後ろに抜けてこないようにこう止めるための役割をしている。これがストッパーになっていて、半膜腰筋。で同じように大腿骨の外側下も前に転がっていったのをそのまま転がっていっちゃうと前に脱臼しちゃうんで、ブレーキをかけるための後ろから引っ張るやつが必要になりますよね。でそれが膝下筋なんですよね。膝下筋は脛骨上で大腿骨が内旋していく動きに対して、こう前に回転していくのを後ろから引っ張って止めていると。でだから大腿骨が転がっていって、脛骨の上から抜け落ちないように後ろから引っ張ってるんですね。だからこういう感じになるんです。ちょっとこれもやってみようかな。こうあって僕下が脛骨になってて、ちょっとこれは絵に描こうか。ちょっと絵に描いていきますね。下にこれが脛骨だったと思ってもらって、で大腿骨がこういうボールで表します。で最初はこのボールがこの辺にあるんですね。こういう感じで、でこれが前にこうゴロゴロゴロっと転がってきて、この辺まで転がってきて、でこんなふうにこう前にこう転がりながらゴロ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 っと転がっていって進展をしていく。でその時にもしこれ後ろ側からこの転がっていく動きに対してブレーキをかけてくれるやつがいないと、これ前に滑り落ちていっちゃうんですね。だからそこでそれに対してブレーキをかけるためにこれをこっち側に引っ張ろうとするこういう力が必要になるんで、もうそれ以上転がんないでね、止まってねっていう形で、こんな風にこれをこっち側に引っ張ろうとする力が必要になる。でそれが膝下筋ですね、ブレーキですね。でさらにこの膝下筋がそのブレーキの役割としてすごいのは、さっきのちょっとそのただ転がっていくのを止めていくだけじゃなくて、転がっていくのをゴロ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 っと転がっていくのをこれ止めるだけじゃなくて、ここで最後ダメ押しでここを引っ張るんで滑りが起きるね。転がっていく動きを止めながらここを引っ張るんでその場で回転する。転がるっていうのはこの移動軸、回転軸がゴロ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 っと前に回転していくっていうのが転がりですよね。外側下が屈曲位からゴロ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 っと転がっていって抜け落ちちゃわないようにするためには、ここで膝下筋がブレーキをかけて、でそうするとこれ止まるわけです、今彼女の手が。さらにそこでもう一息膝を進展させたいんで、ここを引っ張るとスッと、こんな感じで作用しているのが膝下筋ですね。だから膝下筋が作用しなくなっちゃうと、外側下が前に転がりすぎちゃって、で、当然転がっていくとこれ脱臼するところまで転がるってことはもう他の構造で無理なので、ここでボンとぶつかって止まっちゃうんだけど、最後ここで余ってる分をキュッと進展させてくんないと、転がりは何か別の制動要素で止まるんだけど、そうするとまだこれ屈曲してる状態になるんですよね。で最後のところで膝下筋がギュッと引っ張るとそこで無理くり進展が起きるってことで、膝下筋がスクリューフォームを生み出すそのに膝の完全進展をするときに大腿骨の外側下側の動きを制御している筋なんじゃないかっていうふうに、我々は考えているってことですね。ただね、これはねちょっとねエビデンスがないんだよね。やっぱりさっきもう再三にわたって話をしているように、膝下筋が本当にじゃあ膝の完全進展する直前にブレーキをかけるために活動してるんだっていう筋電図を取ったデータの文献っていうのがないんですよね。リカちゃんいろいろ調べてくれてるんだけど、
質化筋の筋電図の文献ってある？見つけられてない。ないよね。だから深すぎちゃって筋電図がそもそも取れないっていう感じなんで、なのでまあ講習会の中でもちょっと話をしましたけど、エビデンスはこれないんですよね。で、もう一つ、こんなさっき の付着部のお話で、ここをこう滑らせるってことですね。これ前回 その質問の中であった付着部がいろいろとなんかそのこの外側上下のすぐ下側までで止まってる人もいれば、もうちょっと前の方まで行ってる人もいて、それによって質化筋の作用が変わりますかっていうご質問がありましたよね。ありましたよね。で、リカちゃんに調べてもらいました。で、この論文ですね、チューさんっていう人が2016年に発表してる研究で、確かにね、ご質問者さん のあったように高齢質化筋の付着部なんだけども、まあ、一般的に言われてるのはこれなんですね。外側上下から、まあ外側側靭帯の付着部からこう前に前下方にだいたい 18.5 ミリぐらいのところに質化筋はくっつきますよですね。それからそれがまあ一般的に言われてるやつなんだけど、確かにですね、いろいろと解剖してみるとほぼここにくっつくっていう人もいたり、それからこれなんかちょっと穏やかじゃないですね、この後ろ側にくっつくっていう人もいて、そうなってくるとちょっと作用としては、これは全部イコールではないかなっては思います。そのちょっと書いてみると、だからこれはその時、回答したのはその付着部のいろんな付着部が今いろんなタイプがあるってことが言われてるんだけど、その付着の場所によって今私が説明してきたような作用が変わる可能性があるんじゃないですかっていう質問だったんですね。で、もちろんその時はその論文をよく知らなかったので、まあそれは当然考えられるだろうなと思ったんだけど、画面大きくしますか。あ、ちょっと画面大きくします。まあ、こんな風にあって、質化筋がまず伸展筋なのか屈曲筋なのかっていう議論は、これが質化筋のベクトルが回転軸の前側を通過すれば伸展筋になるんですね。でそれに対して質化筋のベクトルが回転軸の後ろ側を通過しているとすると屈曲筋になります、ね、ですからこの回転軸に対してこのベクトル、質化筋の作用線ですね、作用線がどっちを通過するかっていうことが大事なんです。このここを境に前なのか後ろなのかっていうのが屈筋作用、伸筋作用にとっては大事なんですよね。で最初僕がちょっとその質問された方の意図がちょっとよく掴みきれなくて、ここについちゃってる人、ここまで、だいたいその、外側上下、外側側副靭帯のあたりまでで止まっちゃってる人と、もうちょっと前の方にこの辺ぐらいまで、伸びてる人が作用が違うんじゃないですかっていう質問だと思ったんで、それは作用は同じですって答えました。それはなぜかっていうと、この同じ作用線上でこれがここにあろうがここにあろうが関係ないですね。これさっきの絵を見るとちょっとそんなんじゃなくて、ここに付着部があるような人もいるし、なんかこっち側に付着部があるような人もいるってなってくると、これは伸筋帯や伸展作用とか屈曲作用っていうのが変わってくるってことですよね。これですね、例えばこの明らかにこの一番左の絵は伸展作用を持ってて、今まで我々が説明してきたみたいにゴロゴロゴロっと前に回転していくのを転がりを止めて最後のところ滑りを誘導するっていうふうな感じになってるんだけど、これなんかはもう完全外側上下にこうくっついちゃってるんで、
でそうするとこの質化筋は、伸展作用も屈曲作用も持たないということになります。あの回転軸にくっついてるんで、回転軸に筋がくっついちゃってるってことは屈伸作用はないんですね。ただ前に転がっていくのはやっぱり止めてくれるね。ただし前に転がっていくのは止めてくれるけど、ここで最後下のところをずっとこう転がすような、こうゴロゴロゴロっと転がってきて、ここで最後ずっと滑らせるようなこういう作用はないね。ここにくっついちゃってここを回ってきて、ここでずっとこうやって滑らせる作用が本当はあるんだけど、この質化筋が付着部についてると回転軸にくっついてる。そうするとこれいくら引っ張っても屈伸作用はないんですね。ただ前に転がっていくのをいかないでって止めることはできるんだけど、あの最後のところでこれをずっと滑らせるっていう作用はなくなっちゃうから、転がりは止めるけど滑りを誘発するってことはないんで、伸展筋にも屈曲筋にもならないと、ね。それからこの一番今度は右の絵は、回転軸よりも回転軸よりも後ろについてる。これはもうちょっと驚き桃の木山椒の木っていうね後ろについてるってことは、ここを引っ張るとこれは屈曲作用を持ってくるってことですよね。な、回転は止めてくれんだけど、ここでグッとここに付着してるってことは、回転向こうに転がっていく動きはやっぱ同じように止めてくれんだけど、ここ引っ張ると屈曲してっちゃうんですね、ギュッと。だからまあちょっとこういうのってどうなんだろうね。もう少しこの機能的なところがどうなのかっていうのはやっぱり考えていかなきゃいけないんだけど、まあおそらく一番左の絵のようなパターンが一番多くて、例えばこの真ん中のような屈曲作用も伸展作用も持ってないようなところに質化筋がくっついちゃってる人っていうのは、アライメント的にどうなんだろうな、外側化があんまり大きくないっていうか、だこう回転していった時に最後ダメ押してここをキュッと引っ張らなくても、もう転がりを止めてあげれば進展できちゃってる位置まで来てるような人はここについてていいのかね。やっぱり外側化の方が最後のところでクッと早く滑らせてくんないと、キュッとこういう動きにならないから、こうねゴロゴロゴロペッこう最後のところでクッとこう動かさなきゃいけないんだけど、それがないで済むってことは外側化があんまり大きくなくて、内側化がこう最後グッといったところでも外側化も進展になっちゃって、最後のところでこれがクッと頑張って進展しなくてもいいような人だったりするのかな。それからこっちの人はちょっともう過進展しちゃう人がね、エクステンションファセット、外側化のエクステンションファセットが、ちょっと小さめだったりすると、膝が伸びてった時にゴロ、膝が伸びてった時にゴーってこうやって起きてってほしいわけです。で最後のところでここをちょっと引っ張ってキュッとこう持ってきたいんだけど、エクステンションファセットがこう急になっちゃってると、こういった時にゴロンとゴロンと転がっちゃうっていう。でそうするとゴロンと転がっちゃうから、そうなんないようにこっちを引っ張っとかないと進展でキープできないのかな。だからなんか多分外側化の形状と質化筋のなんかこう作用っていうのが、付着部とか質化筋に求められる機能っていうのが変わってくる、ね。まあ、いずれにしてもでもやっぱり進展位で質化筋が最終進展のところで効いてこないと、こういった微調整ができないっていうことですよね。はい、ということで、20分とか言いながら結構喋った、ね、どれくらいになりますかね。ね、まあ、あとはこれリカちゃん の編集次第なんですけど、余計なところはちょっとカットしていただいて、はい、まあ、今日は質化筋で話が盛り上がった、ね。で、じゃあ次第2回目は、じゃあこの質化筋 のトレーニング、
あのまあ講習会でもちょっとやったんだけど、あれを少し、細かく解説しながらやるのと、まあ、そこでちょっとやってなかったことも解説するっていうのを、やりましょうかね、今度ね。はい、ということで、こんなトーク番組にお付き合いいただきまして、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、いいねとチャンネル登録もぜひお願いします。チャンネル登録なんてできます。お、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。消します。うん。